ですね、もうこの後、まだ第2部がありますのでご安心ください。うんえー、さて月面エイリアンについて飛鳥先生に質問があります。うんうん、前々から飛鳥先生の著書や情報から月面エイリアンについては語られていますが月にはエイリアンの人工衛星があるのでしょうかまた 地球性のスパイ衛星が月にないのはなぜでしょうか <laughs> まずエリアの人工衛星があるのかあのーはっきり言って地球の科学力とはもう桁違いなんですよ、はい、あ人工衛星なんか必要ない,、ね、必要ない月内部からもスキャンできるし、うん、あの 月内部から表層を越えてその周りの,あのもう全部スキャンできますからあの基本的にプラズマ使いますから、はいやプラズマ学が相当進んだものがエリアの文明なんですよ人工衛星なんてのはもう半戦以下ですねあんなの打ち上げる必も全くないんですよ探査機は一切必要ないんで、ね、だからそういう意味で言うと はっっきり言ってもう桁違いなんですただ彼らは絶対平和主義者なので攻撃しません、うん、そういうふうに命じられてるからね、はいうん、ただ最後の春までの,のは違うよう来ますからだって全部戻ってくるんだもん地球に、えー、それは彼らの持っている最大の科学力使ってきますよ後うはその時は善人は避けていきますけどね、えー サスリックの天使と化しますから彼らはただしもんは覆い隠していく。だから神話時代、これからが真っ最中になってくるんですよ。神話は終わってませんから。これ、今の人たち勘違いしてるんじゃないかな。超度級の神話がこれからどんどん始まってきます。その証言者が実は天皇家なんですよね。 地球星のスパイ衛星地球製あああのいやアメリカを打ち上げてますよ探査機<あ>周回であのスパイ衛星と言っていいですか、まあ、ある意味スパイ衛星だろうねだってあの月の氷を、あのー、あるかどうかっていうのはの月にアメリカが打ち上げたあの月周回の人工衛星で探査してますから。 当然ならそれだけじゃないよね。